キャンバー角キキャンとは、自動車のキャンバー角を極端にマイナスにする、カスタマイズ方法の俗称、あるいはそのカスタムを施した状態の俗称である。極端であることを鬼と表現し、鬼のようなネガティブキャンバーであることから、このように呼ばれる。英語圏で言う四輪に極端なネガティブキャンバーを、施す、スタンスと呼ばれるチューニングに相当する。現在では、 ドレスアップ目的で行われることが多い。キャンバー格はもともとは、ステアリング操作の補助やコーナリング性能の向上を目的にして行われているものである。かつては、レースカーが、性能向上のためにホイールアライメントを大きく変化、させていた。それが、特にドリフト族に影響を与え、深いカウンターステアを得るために、キャンバー格を大きく、 マイナスにするチューニングを行っていた。これは現在でもドリシャにおいて見かけることができる。現在においては、サスペンションやパワーステアリングの技術が進化したため、性能向上のために極端に大きく変化させることは少なくなっている。しかし、キャンバー格の大きな変化は、車の外見において大きく影響を与えるため、一部から、性能とは関係のないドレスアップ目的で、 注目されるようになった。単純に、ローダウンするだけでもジオメトリーが変化して結果的に、オニキャンになることもある。しかし、通常は車高を下げた上でさらに、バブボルトや、サスペンションアーム、アッパーマウントなど車外品に交換することによってより大きな角度を、つけられるようにしていることが多い。このドレスアップとしてのカスタマイズ方法には、 車の性能面においての利点はないに、等しく、数多くの欠点が存在する。オニキャンのように極端なキャンバー角をつけた場合、日本では、道路運送車両法に適合しない違法改造となる、可能性がある。可能性があるのは主に以下の二つである。車体からタイヤがはみ出してしまうと違法改造となる、場合がある。その根拠となる法令は、以下の通りである。 上記の法令等によれば、すべての車輪は、自動車が、直進姿勢をとった場合において、車軸中心を含む鉛直面と、車軸中心を通りそれぞれ、前方30及び、後方50に交わる2平面により挟まれる、走行装置の回転部分が、当該部分の直上の車体より、車両の外側方向に突出していないものと、定められている。すなわち、 オニキャンのように極端なキャンバー角をつけた場合でも、蒸気に定める範囲が、車体からはみ出てしまうと違法改造となる。ネガティブキャンバーが、必ずしも違法改造となるわけではない。適切な範囲であれば、旋回性能の向上が期待でき、ゼロキャンバーの時はみ出していたタイヤが、ネガティブキャンバーにすることで法令に適合し、車検にも、通るようになる場合もある。 オニキャンであっても、蒸気に定める範囲が、車体からはみ出さなければ問題はない。最低地上高が9センチメートル以上確保、されていない場合は違法改造となる。その根拠となる法令は、以下の通りである。オニキャンは極端にタイヤを傾けるので、必然的に最低地上高も低くなる。よって、蒸気の基準に違反する恐れが高まる。ありがとうございます。